中年オタッキーです。今日はね、このカメラで撮ってきた作例をね、中心に紹介していこうと思ってたんですが、このペンタックススーパー A で撮ってる写真、もう一本フィルムがちょっと連続で紹介した方が面白いかなと思って、で今回はね、そのミノルタ XE で撮影してきた、WX の紹介にということで、ちょっと予定を変更させていただきました。先日ね、400フィート巻きのね、長巻き、超長巻きを購入しまして、それをね、使って作例をちょっと撮ってきたんですけど、まだちょっとね、このフィルムのデータがあまりないということで、とりあえず一発目って感じの作例になっていきますね。で、どんな風にね、今後推移していくか、またその、おいおい、話していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したカメラ、このミノルタ XE ですね。ミノルタ XE に、レンズがね、MC6RPG50mmF1.4 というレンズで、撮影してきました。まあ、コダックの WX なんですけども、ちょっと前にツイッターでちょっとね、つぶやかしてもらったんですけど、観光させちゃったんです。400フィート巻きを観光させるという、地獄のようなね、事故がありましたが、まあ、観光した場所がね、良かったのか、時間が短かったのか、大半が生き残る、大半でもないですけど、結構な数観光させて、真ん中の方が生き残ったっていう感じで、なんとか使えるっていう状態のが残ったんですね。でね、まさか使えると思ってなかったので、もう全滅と思ってたんで、まあ捨てるつもりいたんですよ。でも捨てるのももったいないなと思って、もし使えたらいいなと思って、ある程度その切り出してね、で現像してみたら使える部分があったんで、とりあえずパトロールに詰めてね、試写しようと思ってね、でこのカメラで、撮ってきたわけですね。でただね、撮るだけじゃ面白くないと。まあコダック WX はね、 ISO250 のフィルムなんですね。で以前もね、それ紹介したんですね。以前ドリームロコモーティブ様に提供いただいた、フィルムでね、試写してね、作例を紹介する動画を作らせていただいたんですけども、今見返すとあれもちょっと現像時間長かったかなーって感じなんですけどね。まあ今回はね、その250で撮っても面白くないなと。まあ前回のライブで、ちょっと説明しましたけど、やっぱ馴染みのある感度の方が撮りやすいじゃないですか。100とか400とかね。で、それでね、今回はね、ISO100 で撮影してみました。で、ISO100 にすると現像時間短めになるんですが、このデータがなかったんだな、ということでね、前回の動画では ISO250 でね、現像時間7分、SPD50% 希釈で、現像時間7分で仕上げたんですけども、今回はちょっと6分にしてみようと。まあ、6分で、ISO100 で撮影して、現像時間ちょっと短めで6分にしたら、まあ、仕上がりどうかなと。その一発目はとりあえずそんな感じでね、それでちょっと、現像時間長いようだったら徐々に詰めていこうかなって感じでね、やっていこうと思って、今回 ISO100 で撮影して、SPD50% 希釈で、現像時間6分でやってきました。とりあえずここから作例なんですけどもね、シャドウハイライトの調子とか、流情感とか、まあ、その辺をね、しっかり見ていただければと思います。それではここから作例です。はい、作例ですけどね、実はね、前回250で撮影して現像時間7分の時よりはちょっといい調子に見えます。ただね、やっぱハイライトの部分はやや飛び加減でね、現像時間長かったのかなと思いますね。まあ、コダック WX ということなんですけど、かなりハイコントラストで仕上がる。まあ、昔のトライ X みたいな感じに仕上がるフィルムという評判なんですけどもね、ちょっとね、柔らかめ、やや柔らかめに仕上がっているというところを見ると、ちょっと加減像だったかなっていうのをね、もうすぐに痛感しました。仕上がってきて、ああ、ちょっと現像時間長かったかなっていうのは分かりましたね。ただ、流情感はね、まあ、おそらくこれ ISO200 ぐらいで仕上がってるんでしょうけど、流情感はそんなに感じられないですよね。そんなに大げさに流情感は出てない、いいフィルムだと思います。
まあ、コントラストはね、現像時間が、まあ、もうちょっと短かったらね、しっかり仕上がってくると黒がしっかり締まると思いますが、今回の作例ではちょっと黒の締まりはもう一つだと思いますね。でもいい感じで撮れてると思うのは僕だけでしょうか。かなりいい感じに映ってるとは思います。はい、まあこんな感じなんですが、でね、前回のライブでね、視聴者様がね、その現像データをまとめたサイトを教えてくれたんですね。で、それでね、現像データを見ましたら、コダック WX を ISO100 で撮影した場合のね、現像時間は D76 ストック、スタンダードでね、4分15秒という表記になっていました。だいたい D76 スタンダードと、SPD50% 希釈の現像時間がだいたい同じなんですね。で、それを考えると今回の現像時間は相当長かったのじゃないかと、いうことに、たどり着きました。次回ね、もし、テストできるようであれば、まあ、D76 じゃない、SPD50% 希釈で4分30秒ぐらいで現像してみようかなと思ってね、とりあえず。で、早速もう試写に取り掛かっております。あれ、どこ行った？今回はね、ニコンのね、F4。ニコンの F4 にね、装填しまして、これ ISO100 で撮影しております。で、まだ全然撮ってないんですけど。で、次回っていうか、こっちでも撮ってるんですが、よっ！これは EOS One 初代ですけどね、もうこれは撮り上がりました。撮影上がりまして、ISO400 で撮影しております。で、ISO400 で撮ったら、どうやらその、教えてもらったサイトではね、D76 スタンダードで、現像時間9分ぐらいになるみたいですね。で、何を狙ってるかっていうと、結局 WX を買おうと思ったら400フィート巻きなんですね。400フィート巻きだと大体ね、80本ぐらいフィルム、36枚撮りが80本も撮れてしまうんですけど、まあ、価格もね、4万3000円以上になってきて結構な高額にはなるんですが、まあ、80本で4万3000円だったら1本550円ぐらいじゃないですか。550円でね、楽しめるんだったらね、いいじゃないかと。で、100でも撮りたい。400でも撮りたいと。まあ、WX だけで100と400を兼用しようと。まあ、そんな感じになってきたんですね。で、400で、増感現像して耐えれるか、100の減感現像はどんな調子か、この辺をね、見極めていく、まあ、企画になっているわけです。まあ、そんなわけでね、今回はちょっとね、うまくいきませんでした、ぶっちゃけだな。ちょっと柔らかい調子になってしまって、ハイライトもやや飛び加減になってしまったんでね、次回、その100で撮影した、このニコン F4 でね、撮影した分は、現像時間4分30秒ぐらいでやってみようと思います。で、EOS One の方でね、もう取り上がってるんで、こちらは、今週末にでもね、現像時間9分ちょいぐらいで現像しまして、仕上がりを見てみようと思います。このね、400でもしいい調子で撮れたらね、トライ X とかローライの RPX400 とかアリスタエリオ400とか、まあその辺とね比較する動画を作っていって、いかに安くね、いかに良いフィルムで遊べるかっていうことを追求していこうと思います。まあね、フォーマ、アリスタとかね、もちろん安いフィルムもあるんですけど、やっぱコダック結構いいんですよね。コダックのフィルム結構いいんで、でもコダックのトライ X とかだともう高すぎて使う気にもならないじゃないですか。だから今現状でね、一番安く、メートル単位で、ね、安く仕入れれる、フィルムといったらもう WX になっていくと。400フィートで、送料込みでだいたい4万3000円前後。で、トライ X になると、もう送料抜きでも1万5000円を超えていってしまうんでね、100フィートで。1万5000円超えるんで、400フィートってもう6万になっちゃうんで、ちょっとこれは無理だなっていう感じになってくるんでね、WX をね、いかにして上手に使って写真を楽しむかという方向で考えています。で、これがうまくいったらね、オタッキーがパトローニに詰めて皆様に販売するっていうこともちょっと考えてます。まあ、どのようにね、パトローネを確保するかが最大の問題なんですが、なんて言ったって田舎の四国ですからね、パトローネが足りなくなるのはもう明白なんですね。
もし軌道に乗ったらね、全国のその視聴者様、からね、パトローネを集めるようなことがあるかもしれませんが、パトローネに送料つけるのももったいないかなって気もするんですよね。どうやってこのパトローネを集めるかというのも難しいところになってくるんですけど、まあそういう話はちょっとまあどうでもいいんですが、今回は、まあとりあえず第1弾、WX の死者第1弾ということでお届けいたしました。いかがだったでしょうか。いかにね、安いフィルムでいかに楽しむか。もうこれちょっと自家現像がね、前提になってくるんですけども、現像機に入れても問題ない方法は何かないかなということもちょっと考えています。自家現像まではできないよっていう人はね、その WX を楽しませたいという気分もあるんでね、そこをなんとかならないかなということも考えております。はい、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。トップバッターはね、キャラブキさんですね。こんばんは。今回も2枚よろしくお願いします。過去作です。1枚目タイトル、足元にも気をつけて。カメラニコン F2、 レンズ AI ニッコール 50mmF1.4、 フィルムコダックカラープラス200。2枚目、タイトル、閉店後。カメラニコン F801、 レンズ AI ズームニッコール 3570、 フィルムコダックウルトラマックス400ということですね。よろしくお願いしますということですね。で、1枚目なんですが、私もこの手の写真はよく撮りますけど、ちょっとね、もうちょっと絞ってもよかったかなとも思いますが、おおむねよく映っておりますね。これ、構図をわざと斜めにすることでちょっと臨場感を増していると思います。で、2枚目なんですがね、シャドウ部分、右端をほぼ全部シャドウにしちゃったところがすごい雰囲気が出ておりますね。コントラストがもう一つ出ていないところが惜しかったかなーっていう感じもしますね。モノクロでも撮ってみたいかな、この写真ね。はい、キャラオキさんありがとうございます。次はね、草井光子さんの、作品ですね。お疲れ様です。先日は投稿写真の紹介ありがとうございました。以前に撮影したモノクロ写真になりますが、また投稿させていただきますのでよろしくお願いします。有効期限が切れて20年経過したスーパープレッサ1600が大量に余っていた頃、これまた使う予定がなくなった印画紙現像機を使って現像した写真を投稿させていただきます。よろしくお願いします。1枚目タイトルが、大阪市中央区船越町2丁目。2枚目タイトル、梅田貨物駅跡。3枚目タイトル、上東貨物線赤川撤去。いずれも使用カメラニコン F2 フォトミック A、 コシナウルトロン 40mmF2、 ネオパンスーパープレス1600を感度200で撮影。現像液は因果使用現像液、三菱月光る保存液の12:1希釈、20度10分を基準にしています。なお、あまりにも被りがひどかったため、現像液溶解時に収穫カリウムを 3g から 5g ほど適当に添加しています。粒子は粗いです。乳剤も変質していて柔らかいのか定着処理以降で乱暴に扱うと結構傷が入りました。処理工程の液温二進気を使いますが、酸性硬膜定着液を使った方が良かったかもしれません。もう死ぬまで使うことないであるフィルムと現像液の組み合わせ。確かにこれはちょっと冒険的にも程があります。で、作品なんですけどもね、もうこれ見事な流浄感、もうあれあれなんですね。もうここまで来るとね、もうね、写真というよりは絵です。まあ、絵なんですけどね。まあ、モノクロ写真、実はね、こういう楽しみ方もあるんだな。僕もね、むちゃむちゃにね、くたびれた現像液で、めちゃめちゃ高温現像して、ザラザラの写真を作るとか、結構好きです。で、この3枚目がね、非常に雰囲気が出ておりますね。この3枚目の写真、タイトル画面にさせていただこうと思います。これもう、あれあれに出た粒子。なんかね、古い新聞を見ているような画質になっておりますが、まあこれも写真なんですね。はい、草井光子さんありがとうございます。草井光子さんね、ちょっとね、現像に関してはかなり抜けているレベルの方で、勉強させてもらいたいなと思っているところであります。ありがとうございます。次はね、ちかめさんの投稿です。おたきさんお疲れ様です。作品投稿コーナーにお願いします。しばらく前の写真ですが、昨年の5月頃、何度目かの緊急事態宣言中に姉の手術の付き添いで訪れた東京の有明で写した写真を投稿します。1枚目、コロナの街はゴーストタウン化したショッピングモールの様子。2枚目、白バラに願いを込めては、
病院の近くの公園で咲いていた白バラに光さす様子です。いずれもローライレトロ 80S を使い、キャノン FTV とニュー FD50mmF1.4 で撮影後、ロジナール50+1+50、20度14分で現像しました。コロナの早期収納の願い、収束を願いを込めてということですね。で、作品なんですけどね、これ1枚目結構、1枚目も2枚目も結構タイトル画面悩みました。かなりレベルの高い作品になっています。ローライのフィルムということで、コントラスト高いのは、まあ、言うまでもないところなんですがね、この広い空間にぽつりと一人歩行者がいるところが素晴らしい、いい感じですね。寂しい感じ。で、2枚目なんですけどね、これ、モノクロで花を撮るね、お手本みたいな写真になっておりますね。花はね、背景をね、うまく処理しないと、モノクロではね、埋まってしまうんですね。被写体が分からなくなってしまう。うるさい写真になってしまうんですが、後ろをね、真っ黒にすることですっきりとね、際立たせております。なかなか慣れておりますね。はい、ちかめさん、ありがとうございます。次がね、セロ引きのひーくんさんですね。中年オタッキーさん、いつも楽しく拝見しています。今回はバルナックライカ D2 とエルマース 50mmF3.5 ノンコートで撮影しました。フィルムは富士からの業務用 ISO100 です。この日はとても晴天で綺麗な空を撮りたいと思ってシャッターを切りました。カメラレンズとも90年近く前のものなのと、レンズがノンコートなので綺麗な空を映せるかドキドキでしたが、現像が上がってきて出来上がりを見てびっくりしました。予想以上にとても良い描写でした。バルナックライカやエルマーレンズが長年愛されているのがわかる気がしましたということで作品なんですけど、これも結構ね悩みました。結構ね、写真としてはね平凡なんですけどもね、この抜けるような青空とね構図、素晴らしいと思います。でね、何よりこれをね撮ったのが90年前のカメラということが素晴らしいと思いますね。結構良作になっておりますがね、ちょっとね草井光さんの、作品に負けてしまいました。残念。また投稿お願いします。次がね高滝さんの作品ですね。タイトルは冬の哀愁。中年オタキーさん、皆様こんにちは、こんばんは。役目を終え切ってボロボロになった道路標識に折り重なるイチョウの落ち葉、そこに冬らしい物悲しさを感じました。まだいてつく寒さが続きますが、お体にお気をつけてお過ごしください。カメラリコー XR7 レンズペンタックス SMC F1.7 50mm、フィルムクジカラスーパーエクストラ400ということですね。で、作品なんですけどね、この哀愁漂う冬景色本当に良いんですが、もうちょっとだけ光が欲しかったかなと思います。結構ね、なんでもない被写体でもね、光があればかなり良くなるんですね。まあ、これもいいことはいいんですけどね、シャドウ部分でもいいことはいいんですが、まあ、シャドウで撮るんだったらモノクロでも良かったかなと、光があったらなお良かったかなという感じになっておりますね。はい、投稿ありがとうございます。今回もね、レベルの高い作品で、ばかりでね、ちょっと巻いておりますが、まあ、投稿ちょっとね、一気にドドッと来たんで、もうちょっとお待ちくださいね。で、随時ね、作品投稿は受け付けております。私のチャンネル、この YouTube のチャンネルの概要欄の方にね、投稿のルールとかを記載してあります。各コーナーのルールを記載しておりますので、そちらを参考に、投稿してください。投稿はね、Twitter の DM を、経由して投稿することになるので、まあ、Twitter のアカウントをお持ちでない方は、まず Twitter のアカウントを作ってからということになりますね。はい。今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はシオンさんの俺のカメラですね。こんにちは、オタッキーさん。俺のカメラに投稿です。カメラはニコン F2、 初めて買ったフラッグシップです。たまたま見つけた純正革ケースとオタッキーホルダー、そしてドリームロコモティブ様からいただいたフォトミックファインダー、珍しさはないけれど思い出が詰まったカメラです。普段は 50mm と 24mm の2本を持ってあっちこっち取り回っております。ズミクロン株が収まったらカメラ渡しに行きたいです。これからも頑張ってください。ズミクロン株じゃなくてオミクロン株だろ。というわけで、カメラの作品なんですがね、これ1枚目ね、さすがね、写真で食っていっているというレベルの方ですのでね、もうこの辺はね、よく心得ておりますね。この1枚目タイトル画面にしようと思います。で、2枚目なんですがね、2枚目もうオタッキーホルダー中年って感じなんですけどね、まあ、ついてるものは仕方ないですね。これ多分 Z
トロック2で撮ったのかな。あのどちらもね、いい写真になっておりますね。さすが、ニコンの新しいミラーレスということですね。はい、投稿ありがとうございます。今日のね、動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。もう完全にね、マニアックな内容のチャンネルになってまして、再生回数もどんどん減っておりますが、もうなんかどうでもいいやって感じになってきてます。どの道でそのフィルム写真メインなんで大した回数は再生されないですけどね。まあそんなわけでね、次回以降もね、フィルムテストになっていくんですけど、一通りフィルムテストが終わんないとね、カメラテストができないんだな、これが。その決まったやつね、このフィルムでこういう仕上がりっていう、あの方針が決まらないとカメラテストもね、そのこのカメラはこういう風に撮れるよっていう説得ができない、納得できないじゃないですか。そんなわけでね、しばらくはね、ちょっとフィルムテストになっていきます。フィルムテストのついでに動画を撮るっていうね、作るっていう、まあいい加減な状態になっておりますがね、ちょっと皆様お付き合いくださいませということで、まあ今後はね、その安いフィルムか WX かの二極化になっていくと思ってます。カラーネガーはね、一応持ってるんですけど、あんま盛り上がらないですよね。カラーネガーフィルムがすごく高いんでね、まあカラーネガーでも一応撮ってることは撮ってるんで、まあそのうち上がってくるとは思います。はい、今日の動画はこんな感じになっていくんですね。で、オタッキーのね、英語字幕付きチャンネルもね、好評の で進んでいっております。まだ外人さんがどのくらい見てるかちょっとわかんないんですけど、まあ、チャンネル登録とか高評価が多ければ多いほど、動画がシェアされていきますので、皆様ちょっと訪問していただいてね、まだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録してくださいね。で、あと高評価ボタンとかね、コメントも入れてくれたらね、シェアされる、確率がどんどん上がっていきます。のでぜひ応援をよろしくお願いします。あとね、私の動画の方もね、もうちょっとでね、チャンネル登録5000名になってまいります。チャンネル登録5000名を超えると、キャノン A1 プレゼントの企画が始動しますので、まあ、ぜひね、チャンネル登録今のうちにしてお待ちください。で、高評価とかね、コメントはね、どしどし受け付けております。コメントはね、見落とさない限りはね、全部返していきますので、数が結構多いんでね、見落とすこともあるございますが、まあその辺はご了承くださいということになりますね。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。